産業道路を渡る宮前布団太鼓宮前、布団太鼓巡行は、兵庫県伊丹市宮の前で行われる秋の、宮前祭り、稲野神社大祭の二日目に、担ぎ手数十人、百数十人が、布団太鼓を担ぎ練り歩くイベントである。宮前布団太鼓の宮入り10月2週目の日曜日に、稲野神社を中心に、宮野全地区から里町と言われる、伊丹市の中心市街地を、 数トンの太鼓台を約9時間も担ぎ続けて巡行される。本文は宮前地区の市神社である稲野神社へ三大市、五穀宝上無病息災などを祈願し、宮入りすることだが、かなりの重量である太鼓台を立ち行きと比べても長い距離と時間をかけて担ぎ続ける過酷さ、中心市街地を雄大な布団太鼓が巡行する総会館などから近年では、 伊丹市の名物イベントの一つとなっており、老若男女を問わず、ファンが多い。宮前布団大庫巡行の大きな特徴は開かれたイベントということである。担ぎ手に宮前地区との関係性を問わず、紹介者がおり20歳以上の男性ならば、誰でも担ぐことが可能である。これは、宮前祭りが神社や行政の祭りでなく、 宮前地区の祭りであり自由度が高いためである。そのため近年は地方だと、し子、じり等の参加者が減り、運行困難になる祭りが多い中で、宮前布団大古巡行は、担ぎ手がここ数年増加傾向にあり、地方からの参加者も多い。壮大と言われる巡行責任者が布団大古代の最上部に乗り込み式を取る。 中心部の太鼓には、乗り子といわれる化粧をした4人の男の子が乗り、4方向から太鼓を鳴らし巡行リズムを取る。なお乗り子は、祭り終了まで地面に着くことが許されていない。その太鼓台を数十人の男たちが担ぎ、巡行するのが、基本形態である。また安全運行のため太鼓周辺には、合力、障害組といわれる安全管理役も存在する。停留ポイントや、 見せ場などについたとき、掛け声と同時に太鼓台をさらに高く上げる、差しと言われる動作を行う。さらに場合によって、差しの後にさらに差し上げる、二段差しが行われ巡行を盛り上げる。また巡行中、市内各箇所にて共産点を読み上げ、商売繁盛を祈願して打ち式を行う。この方法は、大阪じめに似た宮前独自のものである。 刺しをする宮前布団太鼓宮前布団太鼓は親まで、その最大の特徴は、布団四角にあるトンボが下向きであることである。また現在の宮前布団内古代は二番機であり、平成17年に新調されている。先代の一番機は残存する資料で、明治初期から担がれていることがわかっているがそれ以前の資料がないためはっきりとした創生時期がわかっていない。ただ、 原禄時代より続いていた稲野神社の祭り、おあたりに際し、みこしの梅雨払い的役割として登場したと推測される。ちなみに昼休憩時に担ぎ手で行われる腕相撲台は、その一番機を利用して作られたものである。また現在の町名が、宮の前であるため、宮の前布団太鼓や、宮の前、祭りと間違えられることが多いが、以前から存在する、実地会。 宮前のイベントであるため間違いである。その宮前自治会より託され、実際に運営統括しているのは、宮前布団代庫弱中原部会である。若中原部会の理事会にて巡行の役員が選出される。ありがとうございます。